も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回のテーマ曲はですね、初音ミクボカロですよ。はい、ゆうゆさんの曲深海少女という曲をガズレレリューシンプル簡単バージョン、オリジナルショートカットバージョンアレンジでやってみようと思います。これはですね、ニコニコ動画でこう作曲してこうボカロで歌うっていう、そのね、結構これはもうその世界ではもう大定番曲ということで、やってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしたガズレレリュー超シンプル簡単バージョン、後半はいろんなリズムを織り交ぜたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。 CD を聴いたりカラオケ行ったりニコ動で見たりするのもいいんですけどね、楽器を弾きながら歌う弾き語りでまたやるとこれ全然楽しいんです。これもうめっちゃ楽しい。音楽聴くよりやる方が楽しいんですよ。ぜひ皆さんにやってほしいなということで活動しているんですけど、楽器は苦手なんですよね。もう私は楽器は無理無理という方多いんですけど、ウクレレだったらすぐできます。ウクレレはですね、簡単なんですよ。めちゃくちゃ簡単なんだけど、始めたらわかるんです。奥がすごく深いから、ああもうちょっともうちょっとってやってるうちに本当にねハマっちゃって夢中で、どん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 楽しくなってきます。ぜひ始めてください。おすすめです。はい、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんウクレレが弾けるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画を見ているだけで、あっという間に弾いて歌える弾き語りができるようになっちゃいます。これぜひ皆さん始めてください。最高に楽しいです。でね、これ YouTube ですからね、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホとかタブレットで無料で見られるわけですから、どんどん始めましょう。そしてこれすごい面白いってなったら、私本もいっぱい出してるの。YouTube と連動してる楽譜の本とか出してますんで、さらに深めることもできます。とにかくまず最初の一歩やってみましょう。はい、じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。はい、いってらっしゃい。そこには今まで私ガズが取りためたありとあらゆる音楽をウクレレで簡単に弾いちゃおうということでアップロードしている曲がね、1100曲以上もうアップロードされています。最新の J-POP、 定番の J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、ボカロ曲みたいな感じいっぱいあります。どん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 音楽やっていきましょう。さっきのリンク先のところに行くと、歌手名検索、曲名検索、グループから、まあ、ジャンルボックスからも選べるようになってますんで、今度音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってみます。初音ミク、ゆうゆうの曲、深海少女ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー。悲しみの海に沈んだ私、目を開けるのも億劫、このままどこまでも落ちてゆく、誰にも見つけられないのかな、どこへ向かい何をすれば、どう差し落ちた筋の光、手を伸ばせば届く、波にさらわれて見失った、あれは一体何だったのかな、暖かくて眩しかったの、意識の変わったイルミネーション、嘘をつきは誰、深海少女まだまだ沈む暗い闇の彼方、少女だけど知りたい、心惹かれるあの人を見つけたから、こんなに服は汚れてしまった、笑顔も見にくく歪んでいた、誰にも合わせる顔なんてないの、もう放っておいて、声にならない気持ちが溢れて溶けた、次の瞬間君が突然姿を消した。 One, two, 深海少女まだまだ沈む、深海少女だけど知りたい、心惹かれるあの人を見つけたから、せーの、
深海少女ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。この曲はですね、歌のメロディーがこうすぐなんかどっか和風っていうかオリエンタルな感じがちょっとして、メロディーライン結構ね歌ってみるとわかるんですけど、まあ難しいというか音程のねあのこの落差がすごくありますんで、ぜひ、夢中で歌ってみてください。でコードは今のはシンプルバージョンで簡単にしたんですけど、後半はねちょっとまたいろいろ盛りだくさんなんですけど、ひとまず今のシンプルカーチャーバージョン聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナル相当ショートカットしてます。この曲ね、その深海少女原曲はものすごくバリエーションがあるんですけど、その中でこの大事なところだけをかいつまんでやったガズレレオリジナルショートカットバージョンでございますんで、そこのところお見知りおきください。でこうフクルでやりたい方は書き出してって、オリジナルの楽譜を書くこともできると思います。で動画の、今やシンプル簡単バージョンのガズレレバージョン動画と一緒に合わせてできた方もやっぱり書き出してね、自分だけの演奏をしてみるのをお勧めします。その時のに参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけど、これですね書いてみたら言葉がすごく多いんですよね。しかもまあガズの場合は歌を覚えながらやってるんで、ひらがなで書くっていうのが結構ポイントで、言葉のタイミング上に点があるでしょ、ここでリズムを測ったりしてるってことで、なんかこれ参考になるかなと思って、書いてみました。でまずここの円位置を伸ばすとか、そんな感じでテロップには書いておくんで、ちょっとこれ参考まで一時停止でメモっていってください。分かりづらい方は動画のテロップを一時停止してメモるのもおすすめでございます。ひとまずね、一時停止。ここ、早口で言うところがくるっと囲ったりなんかして、自分だけが分かるような感じで書いてますと。で、いつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは、後半のかっこいいバージョンでこのコードを使いますけど、コードのバリエーション変わります。今のバージョンと後半のかっこいいバージョンでは。はい、一時停止。はい、じゃあ、どんどんいきます。はい。ここがサビですね。ここもくるっと囲ってコードが変わってきます。こういうところもなんかね、あります。キメがある、ここがね。はい。一時停止で。かな？そしてここがね、ブリッジパートみたいなところが2箇所ぐらいあるんですよ。ここがだからね、どん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 展開していくんですけど、この辺がちょっと難しいかなって感じなんですよね。はい、ここもちょっと乱れないコードとか後半を出てきます。はい、テロップと一緒にちょっと確認しながらやってみてください。でここまでやったらここに書いてあるサビへ戻る、サビをやって終わったというのが今のガズレレバージョンでございました。出てくるコードを解説します。今やったシンプル簡単バージョンはこれですね。結構これでも多い、言っていきます。 C、Am、A7FDm、D7、G7、E7、Em7、C7。これはですね、もうこれ、見てわかるね。これ、ちょっとやってる人はわかる。これ入門コードなんですよ、全部。10個あるよね、これ。この10個は、ドンこれ。ガズレレ必須コード、オンパレード、オールスター勢揃い。このガズレレ必須コードってのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんに、一番最初に覚えてもらいたいコードのグループのことを、ガズレレ必須コードと、私が勝手に命名しておるんですけど、10個あるんです。それ今日全部出てきますから、10個もあるんかーとか思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらね、簡単なんですよ。これも1個のコード、これも1個のコード、これ。なんだけど、10個一遍に覚えようと思うと、ちょっとだけコツがいるということで。私が以前、めちゃくちゃわかりやすく、頭にスイスイ覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼ってきます。ここで今日出てくるコード、今シンプル簡単バージョン出てくるコードは覚えちゃってください。そうすると、今のシンプル簡単バージョンはとりあえず入門コードで一応できましたという、ガズレレ簡単アレンジ、やってみましたーと。じゃあ、こっからです。こっからさらに深海少女を深めていきましょう。はい。コード、いくつか、出てきます。かっこいいバージョンではさらにどんどん展開していくんですけど、いきましょうか。まずね、D シャープっていうコード、一回出てきます。どこで出てくるかって、このブリッジパートで出てくるんだよね。D シャープ、これか。これですね。D シャープ。はい。見ていきましょう。はい、押さえましょう。ここと、ここです。ここ。だから、こういう感じですね。こう。うん。不思議な響き。はい。D シャープ使います。あと、どんどんいきます。はい、次。A のサス4と、ここ、ちょっと場所なくなっちゃって、A、こっちに書きました。A。A と A とサス4っていうのを、こう、セットで使いたいです。ちょっとこの、テロップじゃない、シートも出しておくんですけど、まず、A っていうのはね、こことここなんですよ。A7 と Am は同時に押さえる。こことここ。これが A ですね。はい。で、A のサス4っていうのは、ここ、Am と1個下のここなんですよ。これなんですよね。はい。そうすると、A サス4から A に。こんな使い方になります。これ、簡単なんでね。これは覚えていきましょう。はい、そして、次これがね、たまに出てくる。A、シャープ、メジャー、7。これ、大文字の M はメジャーってことにしてますね。
A シャープメジャー線、はい、いきます。まずここと、ここね、2弦の1フレット、こことここのこの斜め3つ、こうです。1弦は押さえてない、はい、A シャープの1弦を押さないやつですね。これ結構ね効果的なやつ、 A シャープメジャー線、こちらのコードブリッジパートで出てきます。このコード使っていきましょうということです。で、リズムなんですけど、これ結構いろんな弾き方がもうあるんですよ。まず最初、歌い出し。A メロの一番最初のところはガズペジオという弾き方。悲しみの海に沈んだ私、目を開けるのも、ちょっと早いけどね。はい、ガズペジオという弾き方。そして、A の2番、どこへ向かいな、8ビートのチャーですね。これが基本のリズムですね。サビと、A メロの2番。これは8ビートのチャーというリズムでいきます。そして B メロの、あれは一体なんだったのかな。ここのところはね、チャーの位置が、こう、大きくて、ダウンビートって言ってるんですけど、こんな感じ。あれは一体なんだ、ダンズダンズチャ、ダンズダンズチャ、ダンズダンズチャ。この1行だけ、ダンダダンダチャ。はい。普通は、ダンチャ、ダンダチャでしょ。これを、ダンダダンダチャ。はい。チャの位置が半分になるということ。こういうリズムとか、まあだから、ね、結構いろいろある。そしてね、極めつけはね、こう、C メロと言って、こんな服は汚れてしまったっていうところは、まあここだけ16ビートで、こう、が、なんか、ダカ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 ってこうドラムのね、感じを出したら、こう、こんな服は汚れてしまった。今も見にくくゆがんでいた。こんな感じで、じゃんじゃかじゃん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 、こんな風に。これはね、16ビートなんですけど、まあ、ね、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃん、口で言うと、ダンテカじゃん、ダンテカじゃん、ダンテカ、ダンテカじゃん、ダンテカじゃん、ダン。3連っぽい16ビートのチャがいいと思うんですけど、これはね、ニュアンスがちょっと難しいという方は、普通の8ビートのチャでもいいんで、ちょっとガズのデモ演奏では16ビートの、3連の16ビートっぽいと、ぽいフレーズで、やってみようと思いますと。そして D メロ、ちょっとおとなしくなる。こんなところです。声にならない気持ちが溢れて、このところなんですけど、ここ伸ばしてるんだけれども、ちょっとアルペジオとかガズペジオが混ざるっていう、ちょっとこうラフな感じでやると思います。こんな感じ、せーの。声にならない気持ちが溢れて溶けた。こういうちょっと緩い感じでやるのがいいんじゃないかなと思います。基本的にはですね、全体的に8ビートのチャ、これがベーシックなリズムになると思います。ガズペジオと8ビートのチャだね。だから、はい、この2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオ、8ビートのチャ、この動画でマスターしていってください。8ビートのチャ、その基本、もっと基本のね、8ビートっていうリズムが弾けてないとちょっと8ビートのチャ難しいんで、まずは初めてこのストロークやる方は8ビートからやっていってください。そしてさっき言った C メロの、こんな服は汚れてしまう。これ挑戦してみたい方は、さっきのリズムのところに行って、3連の16ビートっていうのをやってみると、こんな感じの、練習ができるんで、ちょっとチャレンジしてみたい方はやってみてください。あと動画の中でこのマーク出てきますよ。この矢印マーク。この矢印マークはシンコペーションといってリズムがスコーンと前に突っ込んでくるということで、ガズレレでオリジナル表記としてやってるんですけど、どこで出てくるかというと、サビの前の B メロの一番最後のところです。ちょっとその前の B メロの最後のところからやってみようと思います。せーの、さん。意識のカウンターイルミネーション。嘘をつきは誰だだだだ。ここ決めです。だだだだだ。E7 のところでだだだだだっていう。その前のところですね。嘘つきは誰。G7 と E7 の前に矢印がある。もう一回。1,2,3,4。嘘つきは誰。1,2,3,4。嘘つき。ここでアップでしょ。これリズムがぐーんと前に来てる。ちょっともう一回、ちょっと前から。せーの、さん。無意識のカウンターイルミネーション。アップダダンダダダダ、はい、シンコペーションマークでアップで、8ビートの時はアップで変わります。ドンドカーンダーンドンドンと前に突っ込んでいく感じ。このシンコペーションマークもお見逃しなくということでございます。そういうわけですね。これいろんなリズムのバリエーションとかコードもね、いろいろ、内容がね、ものすごいね、濃いんですよ。そしてですよ。やっぱ歌もね、簡単ではないです。歌のメロディーラインしっかり歌うのね、結構難しいんですよね。でも、だからこそ、ハマる。これがいいんですよ。音楽って、やっぱそういう、個々のものがガッと一個になるから、一個にこう気持ちよくなるために、まあやるっていうのが、そういうことがね、すごくこう痛感できるんじゃないかなと思います。皆さん、大いに歌っていきましょう。それでやってみましょう。ゆうゆうの深海少女、フューチャリング初音ミク、ガズレレのかっこいいバージョンやってみる。1,2,3。悲しみの海に沈んだ私。
どこまでも落ちてる気誰にも見つけられないのかなどこへ向かい何をすれば差し込む一筋の光手を伸ばせば届きそうだけど波にさらわれて見失ったあれは一体何だったのかな暖かくて眩しかったの無意識のカウンターイルミネーション嘘つきは誰深海少女まだまだ沈む闇の彼方へ閉じこもる深海少女だけど知りたい心惹かれるあの人を見つけたからこんなに服は汚れてしまった笑顔も見にくく歪んでいた誰にも合わせる顔なんてないのもう放っておいてよない気持ちが溢れて溶けた次の瞬間君が突然姿を消した深海少女まだまだ沈む暗闇の彼方へ閉じこもる深海少女だけど知りたい心惹かれるあの人を見つけたいいの深海少女ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですねもう本当大盛りっていうか深いですよね。リズムのもういろんなバリエーションが出てくるし、やっぱね思ったよりテンポのスピード感速くてコードがどん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 展開していくんでこう結構焦るっていう感じがある。まあ結構心を落ち着けてやんないとね、もう次々あの次のねこうあのアスレチックゲームみたいな感じですよね。なんだけどこれがパッとこう一つに固まった時にすごくこういなんかこうすごく快感があると思うんです。なんかじっくり難しかったらパートごとに分けて練習して後でグッとまとめる、こんなのがいいと思います。はい、どんどん音楽深めて楽しんでいきましょう。今まさにこういう自分でやる音楽いいと思います。どんどんやっていきましょう。さあガズレレ最新情報です。今使ってるウクレレ、このガズのわがままウクレレというのはこのベトナムで作ってるオールタンバンウクレレです。今ね事前予約注文受け付けておるんですけど、もうあの全部あの全部というか、売り切れちゃってるものもあります。まあ、またすぐに追加なんですけど、ちょっと今どんなものがあるかとか自分興味あるなという方、ここにウクレレのことのリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になってください。これ面白いですよ。で、今だったら予約注文できるものもございますのでよろしくお願いします。で、いつもお伝えしているように、はい、このこれね、ウクレレケースなんですよ。ガズレ、ここにガズレレってこのプリントも入ってます。はい。これがとうとう入荷して今大好評販売中でございます。発売中。今買うとご購入いただけますんで、こんなようなこととか、あとガズレレね、アプリがあるんですよ。はい、これ。ガズレシピといって、ガズレレの初のアプリ。これもだんだん成長していきますんで、とりあえず皆さんの、スマホとかタブレットに入れといてください。これね、今無料版と有料版がありますけど、ひとまず無料版入れといてね、その後いろんなこう発達していくやつんでお願いします。あとはね、ガズレレではこのストラップだとか、この水引きだとか、このキャップとか、T シャツだとか、いろんなグッズがあります。バンダナとかね、ステッカーとか。ぜひね、このガズレレのところで、ちょっと、詳しくチェックしておいてください。で、今日の最新情報としては、いきなりウクレレという、この私の主婦の友社から出てるね、これ音楽と人生と私白血病骨髄移植がそんなようなことを綴ったねめちゃくちゃいい本、これがなんと Kindle で電子書籍で発売になりました。よかったね。もし興味ある方はこれ Kindle でいきなりウクレレで検索してみてください。あとリットミュージックから出てるこの2冊の本、こちらの本ももうご活用くださいね。はい、黄色は100曲、緑は50曲で、もう超絶簡単です。この楽譜というかソングブックということなんですけれども、ご活用ください。もう累計5万部です。今新しい第3弾を作ってて夏前にリリース予定、お楽しみにしておいてください。さあウクレレで、こんな時こそウクレレで大いに歌って自分の免疫力を上げて周りの人にも笑顔を届け、自分も笑顔に、最高だと思います。まだこの楽しさ知らない方には皆さんお伝えください。今日は見ていただいてありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。